知らなかった世界の学校給食。国によって学校給食の基準はそれぞれあります。手軽で簡単なものしかランチに用意しない学校もあれば、しっかりと調理された定食を学生に提供する学校もあります。学校給食で最も人気の高い材料は何だと思いますか？タコやキムチや唐辛子はどうでしょう？韓国の子供たちが何を食べているのかちょっと気になりませんか？トルコでは何が好まれているのでしょうか？これらのランチの多くはとてもユニークです。これを見てあなたの子供時代の食事を探してみてください。韓国の学校給食システムは世界の中でも最も良いものの一つだと言えます。ランチは特別なトレイで提供されます。トレイの2つの大きなセクションには大抵スープとご飯が収まります。小さい方のセクションはサラダや魚介類や野菜、そして果物です。細めな子供たちには計量スプーンでフィッシュオイルが与えられます。伝統的な料理はキムチやエゴマの葉で包んだご飯に蜂蜜のソースがかかったものや、かぼちゃとじゃがいものスープ、玉ねぎと胡椒とタコのチヂミ、きゅうりと人参のサラダです。なんだか高級なお料理に聞こえますよね。日本の学校給食は韓国のものととても似ています。温かいスープ、ご飯に鶏肉などか魚、サラダに、そして牛乳です。高校生になるまでは子供はだいたい自分のお昼を学校に持ち込むことができないことが多いようです。食堂に自動販売機があるということはあまりなく、もっと驚いたことに食堂で食事をするわけではないのです。給食用の白衣を着てランチを教室まで持ってきて準備して、そこで食事をするのです。トルコ。興味深いことにトルコの子供たちはランチタイムが1時間あるものの、この国では食堂という存在そのものがとても稀です。なので生徒はランチに自宅に戻るか、自宅からランチを持参するかのどちらかしか選択肢がありません。典型的な食事はライ麦パン、くるみ、ぶどう、りんご、いちじく、そしてケフィアなどでしょう。とても美味しそうで、そして健康的ですね。これらは脳の働きを活発にする食べ物なんです。はい。タイの生徒たちは似た文化の日本と同じで食堂で食事をしません。通常スープと酢豚、ご飯、そしてバナナの葉に包まれたプリンが与えられます。配膳された後に彼らはソースやスパイスを自分の好みで加えることができます。そして教室に戻り、全員が着席するのを待ちます。そうしてやっと食事を始めることができるのです。フランス。西フランスで与えられる典型的な給食はとても健康的な様子です。魚に、ほうれん草に、じゃがいもに、チーズにパンです。フランスでは昼食が一日の中で中心になる食事と考えられているので、このようにヘビーなものなのです。お昼休憩は1時間か2時間もある場合もあります。生徒たちはこの休憩中に自宅に戻り、食事をとることも許されています。フィンランドでは昼食をとても真剣に捉えています。生徒の全員に昼食の他に朝と午後の授業の間にも軽食が与えられます。そして子どもたちはたくさんのバラエティに富んだ料理の中から好きなものを選ぶことができる食堂で食事をすることになります。どの学校も健康上の問題か宗教上の関係で特別な食事が必要な子どもにもきちんと対応しています。学校給食の一つの例としては、ソースのかかったミートボールにポテト、サラダにムーズリです。ロシアでは9時から12時までの朝食は生徒に無料で提供されます。12時過ぎの昼食は支払わなければなりません。学校の近くに住む子どもたちは時に自宅で昼食をとることもあります。もし学校でのランチであった場合は、通常はスープ、魚か肉に、ご飯かそばの実が添えられたものにコンポートです。ハンガリーのレストランやカフェでの食事の分量の多さは有名です。
それは学校給食も同じなようです。子どもたちは例えばヌードルの入ったスープ、鶏肉と豆、そしてデザートにナッツというようないくつかのコースの食事をとります。イスラエル。イスラエルの学校では健康的な食事の方針があります。政府は学校給食に高脂肪や砂糖が多く含まれるものを提供することを禁止しています。ただ問題は、子どもたちの大半は自宅から食事を持参してくるということです。まあ彼らが持参する食べ物も概してバランスが取れているようではあります。白チーズのフラットブレッドのサンドイッチ、卵サラダ、ツナサラダ、果物と野菜、グラノーラバーや甘いものが子どものお弁当の典型的な中身です。コロンビア。 60% から 70% のコロンビアの子どもたちは無料で栄養に富んだ昼食を食べることができます。公立学校に通う学生たちは調理されたばかりの温かい食事を1日に1度食べることができます。これらの典型的な食事はスープ、ご飯かパスタ、サラダ、肉、そしてフルーツジュースです。もう一つの選択肢として、果物、ジュース、サンドイッチか小さなケーキのようにいくつかの軽食をとることもできます。イタリア。イタリアのランチは本当にその地方によっていろいろと異なります。ですがそれらのすべてに一つ共通するのは、それは美味しく栄養のバランスが取れているということです。昼食の前、朝のうちに子どもたちには軽食が与えられます。そして昼食にはなんと2コース与えられます。最初のコースとしてよくあるのが魚介類か野菜を添えたパスタかご飯、次のコースには魚か肉またはチーズという内容です。襟好みをする子供がこれらを気に入らなくても、その他の食べ物は与えられません。宗教か医学的な理由があるときのみ、子供たちは特別な食事をとることができます。オーストラリア。オーストラリアは国を挙げて子どもの肥満を問題視しています。ですので砂糖や塩分や脂肪分の高いものは学校のメニューから排除するようになっています。そしてそれらの代わりにサンドイッチや寿司、コーンや果物といった健康的なものがいつでも食べられるようになっています。自分自身で昼食を買う子どもたちのために、学校は80もの健康的なチョイスを与え、学校の売店に並べています。チリ。チリの学生たちは多様でなんだか素敵な昼食をとっています。例えばご飯とビーフロール、フレンチフライにサラダにアボガドにオレンジジュースに果物にソースのかかったデザートといった感じです。私立の学校のランチでは加工食品を使わないなど、さらにもっと高品質かもしれません。ですが公立学校の生徒もこの内容なら十分こと足りていますよね。あなたが昔もしくは現在も食べている昼食は含まれていましたか？もしそうでなかったらコメント欄で教えてください。ところで学校給食は好きでしたか？それとも何としてでも避けようとしていました？私たちにやる気を出させる評価ボタンを押すことをお忘れなく。そしてもし3万5000の評価になったら、最もびっくりな世界の学校の伝統をお教えします。